もこんにちは、ブルーチャンネルの夫です。今日なんですけど、ダンスプロが100ブルにチャレンジしたら何ラウンドで終わるのかやってみたいと思います。うまくいったら34ラウンドの1本、これ 100% でブルずっと入ったらってことですね。なので、目標は40ラウンドをやっていきたいかなと思います。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。ちょっとセットアップします。はい、ということで、こんな感じですね。もうちょっとシャキッとしたいな。パットが18回のショートン13回、ミスが61回。ちょっと次の挑戦ではこのミスの61回を減らしたいですね。はい、ということでね、今2回目が終わったんだけど、今で34分、めっちゃ投げてくれ。ミス37回。目標はいったね。ただ45ラウンド以内で終わったので失敗ですね。ミス53回、17、17ですね。パットロードが途中からちょっと、ね、セットアップの位置をわずか上げてました。楽に振りたくなったんで。でもそんな見た目は変わらんのかな。ちょっとずつ変わったのかな。これが最後で、最初は多分この辺かな。最初と最後に、それとこうやって立ったの。あ、これ47だったじゃない。ハットトリック17回、ロート22回、シングル72、インナー28、ミス31、ミス31、伸びたね。
今あのね、りょうじくんが聖子さんから教わってたこのリリースポイントの変え方みたいなのちょっとだけ今イメージしながら投げてるんですよ。そしたらしんどい時とか腕をこう伸ばしがちになるんですけど、早めに終わらせば腕もしんどくなくなるんでね。そしてコントロールがつけばいつでも楽に投げれんじゃないかなみたいなのをちょっとフラッシュバックしながら練習してます。
あー、悪くねえな、今の。ちょっとね。ちょうど5回やったから500ブル達成だね。そりゃそうだ。はい、ということで、みんな間違えた。ミス28回、シングル66、インナー34のパット20回、ロートン17回でした。はい、128ダーツなんで43ラウンドですね。はい、はい、ということで、まあ、プロが、うだうだ考えながら、まあ、日頃のアップとともに、100ブルを狙うとベストは43ラウンドと2本でした。参考になったら高評価、ようやったなと思ったらチャンネル登録をこっちお願いします。はい、ということでありがとうございました。失礼します。